こんにちは、篠田敦です。今日は音楽理論講座ね、まとめに入ってからの、まあ、2回目になります。今日アナライズするのは、イエスタデイズという、ジェロム・カーンという人が書いた曲を題材にやっていって、まあ、今回のポイントは、まあ、マイナーキーであるということと、ドミナントセブンスがね、続けてこう連結してね、たくさん出てくる曲なんですけども、まあ、それをねアナライズするときね、どんな風になるのかっていうところの、まあ2つかなと思ってます。ちょっとどんな曲かっていうのを弾いてみますね。全く同じ繰り返しなので、まあ、この16小節分でやめときますが、フラット1個ですけども、まあ、聞いててね分かったかなと思いますけど、これ暗いですよね。これマイナーキーです。これ D マイナーキーの曲です。なのでまず1度が F じゃなくて D マイナーだっていうのがまず1個目です。マイナーキーの曲っていうのはこの曲に限らずですが、この1を何回も連打するっていうのが、まあ、基本的には多いです。というのは、まあ、昔ねマイナーキーの説明でもしましたけど、その、まあ、マイナーキーってこうスケール3つあって、でそれで1個3つでようやく1人前みたいな状態に対して、メジャースケールってのはメジャースケール1個で成り立ってる。つまりマイナーっていうのはまあ不安定で、ちょっと油断するとメジャーに聞こえちゃうんですね。このキーだったらフラットいくだから F メジャーとか Gm7F メジャーとかやると、あれこれ F のキーだよねって簡単に聞こえてしまうので、この曲では F メジャー出てこないんですけれども、 F メジャー出す曲でも結構必要に連打します。他の曲も見るとマイナーっていうのはそういう意味でシンプルにできてます。その何回もある程度これがキーですよって示さないと、そもそもマイナーに聞かせることが難しいからです。さあ、ということで前半のアナライズっていうのは、まあ、いわゆる2、5で1マイナーがこう続いてます。次もいいですよね。こういうメロディーではあるけど大きくただの1度です。続いてます。ここから、セブンス地帯です。ひとまずこのセクションを見ます。 A7 D7 ね、セブンス G7 C7 まだセブンス、あ、まあここもしかしたら譜面に僕もしかしたら CmF とも書いてあるかもしれませんが、まあ、F7Dフラットメジャー、ようやくセブンス以外が、1、2、3、4、5、6 B の6小節目にいて、ようやく違うの出てきましたが、それまでその A の終わりから含めて、 A の終わりの E7 から含めて、まあ、ずっとセブンス続いてます。今までの知識からいくと、まあ、セカンダリードミナントになるんですけど、セカンダリーどころか何個あんだって感じですよね。セブンスのための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 どんどんこう手前手前に連なってる状態、こういうのをエクステンデッドドミナントと言います。でこの時ってこれ永久に繰り返してったら、その終わらずにずっとくるくるできちゃうから、もうキーの感覚がすごく希薄になってきます。ドミナント7って5セブンオブなんとかって書くのが、前回の話でしたけども、書きません。でどこ書くかっていうと、セカンダリードミナントまで書きます。どういうことかっていうと、この例だと最後ようやく着地先が B フラットメジャーですよね。でこれ何かっていうと、まあこれダイアトニックなコードですよね。D マイナーからするとフラット6か、フラット6とメジャーセラー、ダイアトニックコードですので、その手前に行ってた F7 がセカンダリードミナント、これがセカンダリードミナントだから、その手前の C7 ってのはじゃあサードリーって呼ぶかっていうと、ね、セカンドの次でサードって呼ぶかっていうと呼ばないわけです。
その C7 より手前が全部エクステンデッドドミナントなので書くのは F7 の57 of flat 6のみ。その手前はアナライズ的には矢印は書く、ね、言ってるところに行ってるから矢印は書くんだけど、その上は空欄にしておきます。その手前にずっと脈々とセブンス弾かれ続けてて、これいつ終わんだって聞こえてるので、その B フラットのようやくねセブンスじゃないとこに落ち着いたところで、手前はねギリギリセカンダリードミナントだったのねと、だったのねに聞こえるんだけど、その手前まではじゃあ遡って人間がそのじゃあってことは、あれがって思い出せるっていうか、そのそもそもそう聞こえてないはずだから基本的には書きません。ということで今回のポイントは、マイナーキーっていうのは主音の一度マイナーをある程度何回も聞かせてあげないとそもそもマイナーキーに聞こえにくいっていうのが1個。それからエクステンデッドドミナントといってセブンスがたくさん連なった時には基本的にはセカンダリーまでしかあんまりこう聞こえないと、あんまり連なっちゃうと今はこのキーだよねっていう感覚がすごく希薄になるので、ちゃんとキーを示すこうダイアトニックコードなりどっか着地するまでは書かないと、その手前のセカンダリーまでは書くけど、逆に連なって書くのは今回この曲で出てこなかったけど、もし2-5 が E7A7、 これ今回は本当は Em7flat5 だけど、もし E7A7 なのであれば、この A7 ってのは 5-7 は本当のドミナント7なので、 E7 っていうのはまだ依然セカンダリーです。 A7 ってのはダイアトニックでもあるから、次の音もダイアトニックを兼ねてる本当の5度のセブンスの時はあるけど、それ以外でセブンス連なっちゃうといわゆるエクステンデッドドミナントっていう状態になって、まあなんかキー聞こえないねっていう風になります。ということで今回は Yesterday's という曲のアナライズしてみました。次回ぐらいで終わりにできたらいいなと思っております。それでは今回の最後までご視聴いただきましてありがとうございました。